されるどこのバンバダジンダーなの。そんなこと言わないでください。これちょうどいいな、ほら。これどが、これどが。ほら、これ、これ取る。こんな感じ。この真ん中のやつな。そうそうそう。これこれ。こういう感じ、うん。これがだから本当の柵。柵。この葉っぱはこういう感じ。ほらほら。これが最高級品なのよ。ああ、この感じ。うん、まだつぼみっていうか。うん。な。でね、サイズは、うん、大丈夫だ。これがちょうど、ピッて取って。取るとまだこの横から出てくるの、ね。出てくるのか。だから全部こう、ガイッとやっちゃダメなの。傷つけないように。傷つけない。すぐの2番ポケっていうのあるから。で、2番2番目に、うん、2番出てくるのは。そう。2番武器?2番ポケっておらない。2番ポケ2番ポケっていうの、これはほげてくるの。ほける。うん。もう一つ、これはこう、出てくるのよ。のようん、2番ほき。この、うん。2番ポケ。2番ポケ。両方のあたりから。ほげ、ほげるっていう何か。ほける。生える。そう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 。ほける。うん。だから、ほら、スラネソこれがいっとみんなほら、食っちゃうと、すんざつけてしまって、2番ポケねぐなっちゃうで、2番ポケも同じように使えるんだな。こういう風になってくるの。なってくるの。だけど、これはダメなの、うんうん、これは勝てって。これ、だから、電打線はやっぱりこんな感じだったりの。たぶん。ほら、葉っぱが伸びちゃったから。真ん中のピュッていうのがいいんだよな。これは勝てって。分けのか。分け、ほら。これじゃちょっといいよ。あ、まだそれじゃな、ちっちゃいんだな。そうそうそう。あれ。ほら、ほら。あ、それが。これ、これ。あ、そのぐらいのサイズが。これも歯はちょっと細いけどな。そう。これじゃちょっと立ってしまったね。うん、それはちょっと立ってるのな。うん、だからまだ開かない。そう。そうそうそう。それはいいのか。つぼみの渦。これはちょっと。これもこれ。ちょっと開いちゃってるのか。そう。で、開いちゃう。大きくなると硬くなっちゃう。硬いから。これぐらいのはもらっていくの。うん、それぐらいが一番いいのな。いただいていくのよ。太いと細いはあるの？あるある。ある。やっぱ太い方がいいの。うん、まずな。でも細くても食べれるから。ああ別にそこは。油炒めにか。大丈夫？だって油炒めにするためには何？塩蔵した後の油炒めだろ？漬けだなもよ。油炒めしてくれるすの。食材でよ。七味唐辛子なんか入れてね。え？油炒めするのか？そうこれな。あと抜いた後に。ぬずきんだだけでね。うん。うちの、うん、夫はそうしたやつ、酒のつまみすべだった。アクをしっかり取って抜いてから、あ、塩漬けしたやつ。塩漬けしたやつな。うん、うん、うん。煮付けバリでねぐな。あ、煮付けバリじゃなくて、そう、油炒め。塩漬けしたやつを戻して、そう、油炒めしな。油炒め。塩漬けして戻すんだろ？その後な、食べるときには。塩抜きしてな。塩抜きしてな。ああ。これ一本しか取られないの。うん、長芯ね。でその中の芯以外は食えないのな。これ皮むいて、うん、皮むいて水さかなりさらさにアクが出るから。ちょっと待ってよ、切るじゃん、うん、取るって持って帰るじゃん。そうで、ただこれ皮むくの。まず皮むくの。そう、これで水さ生のまんま。そう、水ささらさに。で水にどれぐらいさらすん。もう俺は半日から一日、うん、やるよ。半日か一日水にさらす、うん、とか控えしながら。そうそう、だって普通真っ黒くなる。真っ黒。ほいで、その後は？この後は塩漬け。塩漬け。塩漬けするの？重ねてこう塩で振っていく感じ。そうそう、わらびつけるんだね。うん、なるほど。いっぱい。分かっていただけた。だいぶ分かりました。水さらしてもこのまま。うん、さっと塩さんのやると砂となって、調子やすくなるね。扱いやすくなるね。調子やすくなるで分かるけど。扱いやすくなるね。おげこさまちゃんと。調子やすくなるね。うん。なおげこさもちゃんとやるね。こういう大げさ、これ長いのほら、入れる大変じゃん。こんなに大きいのおげ。あ、なるほど。このままだと、火はこう曲がるから、ほら、調子やすくなって、並びやすくなるべ。で、それは塩水につけておいてから、そうそうそう。一旦柔らかくしてから本漬けっていうか、そうそう、塩にもかけてやる前に。そこさ、正面ずさ、ひでおいで柔らくなってから、ひもこに結んで、十本とかそこらこうやって、うん、自分がありする。そう、塩水につけとくのはどれぐらいな。仕事があるから、私は全然好きで、全然書いていってから、うん、皮むいて、塩水つけといて、柔らかくなったら、ちゃんと普通の塩漬けです。アグ抜きをほら、1日ぐらいして、それから塩さ、砂糖塩やったなさやって、
柔らかくなって、調子やすくなったら、調子やすくなったら、小さいおぎんでも減るように、減るように、減るようにな。減るように。減るように。楽しいな。そういうこと。なぜ、セリ。セリザクだ。セリザク。セリザク。で、あっちのは、ウドザク。ウドザクって言うんだな。で、普通のサクはサク。これこれ、こういう感じ。うん、これがだから本当のサク。サク。この葉っぱはこういう感じ。これこれ。うん。で、そのなんか、この辺にサクじゃないサクある？ほら。ほら。あれ。あれ。それ。匂い嗅んでみる？すげえ匂い。あいい匂いが、あスンビリッタな、こういう匂い、葉っぱは何ほとんど一緒、違う、あ全然違うじゃん、違うべ、これサク食べ、これがサク、うん、なんか安全に、うんうん、これちょっとどれ、これウドサク、ウドサク、ウドっこになってるんべ、でこれは食えねえんだな、ウドっこ、あで中も中空なのね、これがウド、ウド、ウド長、これがウド、普通のサグはほらウドでに、ウドってこれ穴が開いてるのウドっていうの、ウドっこっていうのだから、みんなこうやってやつのウドっこなんだ、ね、でもこれはウドっていうのね、うん、開いてるやつをウド、ウド、ウド、だからウドサグっていうの、サグはそれで詰まってるんだな、サグはほらほら、あ少し学んだ、よくわかりました。だから山に入っていくと、この間にこういうサグがあるの。だから見つけるね。わからにすらず見切りねんだよ。どれがサグだかわからない。ああ、なるほどね。でも丸で違うべ。なんで葉っぱ違うべ。葉っぱ全然違うな。うん。なのもわからにすらわからにっていう。これサグだから。うん。どれがいいの。なの設定見れば匂いすごいべ。うん。で中空なのな。そうそうそう。うどなのな。うど。なるほど、学んだ。スンだけ取ればいいの、これは。これ、だから、セリサギ、セリ、セリサクはこれなのか。セリの葉っぱ見て。いかにもセリっぽいよな。人参の葉っぱ、匂い。ああ。これはそれで食えるって言ったっけか、うん、これ、我が家、もうちょっとお揚げまで。こう花咲く前。花咲く前。ああ、セリサク。まあ、これは本当に、茎は伸びてるけど、葉っぱは全然違う感じのもんなんだな。セリとか、あの柵とは、これも童顔子だべ、童顔子、なんでこれ、うど、童顔子っていうの、童顔、ほら童顔か、童顔、童顔子、童顔子、そう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 、童顔子なってるべ、これ童顔子になってんだ、そう、これもなんか、ね、なんか秋田弁講座なのか、なんかようわからない世界になってきたな、童顔子、うん、アザミ、アザミな、アザミもこれもだから、これもう立ってしまって、立ってしまって、もうちょっと低い、これぐらいがいいってことか、そうそうそう、これぐらい、うん、あのツルズがザグザグラチン、ザグ硬いとな、硬いと、やっぱりこういう中はなんかよ、ティンでこう打った方がいい、虫が入って、ああ、な、結構虫入ってる、虫入るんやね、いろいろね、この前のタケノコも入ってたけど、そう、あの年取ってからこう切った時にこれ白いんで、うん、プツプツプツと。うんうん、白くなってるしゃ、うんうんうん、この周りがな、そう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 、年、うん、取ったやつこういう感じ、クリーマーでもっと本当は綺麗なのか、そうそうそう、こういう白さがないの、嬉しいな、分かっていただけた、だいぶ学びました今。